はい、今日のお給食です。さあ今日は、はい、ご飯、それから、白身魚のつみれ汁でしたね。はい、そして、鶏の肉、あ、じゃあ鶏の味噌焼き、覚えられませんね。はい、そしてマカロニサラダ、はい、デザートがバナナです。はい、ではいただきます。今日も風がちょっと冷たいですね。はい、いただきます。お汁が温かくて美味しい。里芋、はい、ごぼう、人参、はい、椎茸、そして、はい、白身魚のつみれ、出来たてで熱々美味しい。具だくさんでいいですね。美味しいです。今日は鶏肉、味噌だれがついていて、今日はお味噌の味です。ほんのりね、甘みもあって、甘味噌っていうんですか、でお味噌の香りがして美味しい。この味噌焼きね、私好きで、これはお家でも時々作ったりするんですけど、なんか幼稚園は本当にいろんな、同じ鶏肉でもいろんな味がねありますよね。給食の先生方本当にすごい工夫してくださって、こうやって今日みたいにお味噌もあればマヨネーズもあるし、照り焼きもあるし、なんかピザチキンってピザ味の時とかもあるんですよ。すごい美味しいどれも。美味しい。またこのお味噌がね、ご飯に合ってご飯が進みます。今日はマカロニサラダということで、マカロニサラダもね、子どもたちやっぱり人気ですよね。よく食べます。マカロニサラダにもね、きゅうりでしょ、ハム、人参って、やっぱりお野菜とかね、あと彩りなんかもね、すごく考えてあるんだなって思います。子供たちね大人気で本当によく食べるんですよ。食べるんですけど、なんかね、お野菜苦手な子でも食べられちゃう子も中にはいるんですけど、やっぱりどうしてもちょっと苦手っていうお子さんもいると、器用にね、ハムと
マカロニだけを拾って、ね、最後器の中には人参ときゅうりだけ残ってるっていう時もね見かけますね、私はもうなんか好き嫌い全然今本当に全然なくて何でも美味しくいただいちゃうんですけど、まあ、ちっちゃい頃はねやっぱ人並みにあったんですよピーマンとか人参とか玉ねぎとかまあ、あの王道のやつですよね。でも今はもう全部大好きです。いつからね味覚って変わるんですかね。こういうお豆とかいんげんですけど、これもね今はこうやって美味しいって食べますけど、小さい子は多分食べなかったような気がします。なんかきっとある時ね、あれ美味しいって思うんですよね。不思議なことに。私個人としては、まあ、苦手なものもチャレンジしてもらえたら一番いいんですけど、まあ、無理せず今は楽しく食べてもらって最終的に何でも食べられるようになってほしいなって思いますもうたっぷり入ってるので、うん、食べ応えがあります。最後はね、お汁だけになってしまいました。
では、じゃん、デザートのバナナ、いただきます。よいしょ。あ、ちょっと待って。失敗しました。皮の剥き方、失敗。なんか上手に剥けない。よいしょ。よいしょ。はい。剥けた。なんかもっとこう売れてる感じかなと思ったら、意外と中はこう歯ごたえがしっかりしていて、私の好きな硬さでした最後の一口。はい、ということで今日も美味しかった、はい、ご飯、つみれ汁からおかずの鶏の味噌焼きと、デザートとマカロニサラダと全部完食です。お腹いっぱいはい、ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。